正解。おめでとうございます。ありがちょんまげピーヤ。なんでコラボ配信、なんかしてるって聞いたから、なんかやってみようかなと思って馬力。いや本当はね、終わろうとしたんだけど、なんかさ、ショールーム終わったってさ、なんかちょっと寂しいやんなんていう。いや、なんかさっきまでさ、喋ってたのにさ、なんか、こんな感じ。うんって。いや、なるから、わかるやろ。うん。ちょっとコラボ申請してみようかなと思って。してみちゃん。今田さん愛について語ってました。あ、いいじゃん。私も語れるわ。てかね、これはさ、リットチャームの特権なんだけど、うん、リットチャームのレッスンの時の今田さんがマジで世界一面白いんだけど、ね、本当にずるい。もうね、なんだろう。いや、なんか、わかる？なんか普通の振り入れでも結構面白いんだけど、リットチャームってこう、やっぱダンスがメインになってくるじゃない？そしたらこう、なんかチンプレイが、うん、そんな振りないですよみたいな振りとかやっちゃったりとか急に一人で怒り出したりする。なんで大丈夫ですかみたいな。難しいから、振り付けが。あと覚えられないから。あー面白い、 いおもろ。本当に面白いよ。 なんて言うんだろうな、なんかちょっと説明は難しいけど、その場にいないとなんかわからない空気感ってあるじゃん、うん、なんかそんな感じなんだけど、本当に面白い。最高よね。あとはね、あ、てか私今田さんのお家にね、今田さんがいいな、いいよきっと、会いに行きたい。ベン君なんかお母さんが、うん、なんかこな、なんか今度、下野さんと、はるたんさんと、あきさんと、あの、貝島の4人で、どこどこ行こうとしてるよって言ったんですよ。うん、そしたら、ね、なんかその4人さ、もうそろそろさ、なんか、チーム名決めなよって言われて。なんかいつもさ、いつもさ、説明するときなんか、誰々さんと誰々さんと誰々さんの4人がさ、言うのも、音楽臭くないってなって、で、お母さんが、あ、シギっていうのはどうって言ってた。なんかいいじゃん、そうにしよう。でも夏がいないから、あ、なんかお母さんに言うときだけ、シギって言ってくれれば伝わるから、みたいな言われて、あ、わかったって。なるほどね。まあ、一応さ、LINE グループあるじゃん。でそこの、はい、まあ、グループ名じゃないんだよね。そう、絵文字なんだよね。そうなのよ。桜、はるかは春だから、桜、うん、雪、うん、下野さん、下野雪、雪、かえで、あきちゃんは秋のすすきみたいなやつ。うん。確かに読めないもんね。グループ名とかないし、チーム四季。四季ってセゾンっていうけ、英語で。セゾンはでもなんかちょっとかっこよすぎるな。でも四季、あー、でも4人やから四季っていうのもいいな。うん。劇団四季ってコメント来てる、めっちゃ。うん。へぇ。夏どこ行ったんですだって、確かに夏いないんですよ。そう、夏いないんだよね。まあね、うん、そうね、そうなるよ。かえちゃんのお母さん、はるたんの LINE 友達よね。そうです、LINE 友。そう、でも、なんか内容教えてくれない、2人とも。いや、そうや、秘密よ。お母さんと私の。なんで？秘密事よ。いつもさ、教えてくれない、ね、そうだよ。あ、あれ。あれや、あの、生意気リップス。あー、そうじゃん。やったやつ。めっちゃ好評だよね、ファンの人が。見たかった、また見た、みたいな。見ましたね。寒い。寒い？うん、今日いつもより暖かくない？寒い。今日リハバリ寒かった。え、あそこのさ、そう、久保島さんがさ、座ってるさ、テーブルめっちゃ寒かった。貝島がいたところの、あ、右端？後ろの。そう、なんか、清浄機？何ですか？ああ、換気扇？
みたいなのが置いてあって、あ、空気清浄機か、ずーっと寒い風が空気に当たっとった。寒いか。あ、でもね、わ、涼しいって思って上見上げたら冷房じゃなくてなんか換気扇もあるじゃん、あのこう網網のやつ、はい、あのね風をねめちゃくちゃ浴びたくないんよ。だけどね、あそこの立ち位置行った時めちゃくちゃね早く次行きたい。へへへ、リノラブ、リノラブのリップ推奨だったの。あ、そうだった、私ラブタンさん、あ違うわ、私指原様だった。うん、ラブタンさんだったもんね。うん、そうそうそう、そのバージョン。うん、なんか写真撮りたすぎて、うん、あの公演前に、公演前とかライブ前に着替えて撮ったね。そう撮りました、たくさん。なんかそう、別にそんな急ぎでもないけど、いっぱい撮れる時間もなくてみたいな。そうだよね、しかも、うん、焦ってギリギリになるのも嫌だし、いっぱいちゃんと撮りたかったから。そう撮ったね。あ、めっちゃ時間あったし、本番前。うん、え、イヤリングかわいいと思って。アキさんのやつですか？ Yes, I do. かわいい。かわいいよね。ほんまに紅葉見に行きたいんよ。絶対行きたい。紅葉見に行こうよって今日言ってきた。あのね、3人に言ったもう。うわぁ、紅葉見に行こうよ。アキちゃん、でもアキちゃんにはちょっと、アキちゃん絶対すぐにバカにするかなって思った。あ、でも言ったわ、ちょっと。アキちゃん、あ、違うわ。ほんまに紅葉見に行きたいねんけどって言った、アキちゃんに。関西弁で言って。でも、下野さんと彼には紅葉見に行こうよって言ったんだけど、下野さんが、え、それ言って恥ずかしくないのって。え、でも私、ほんまそれって思った。ね。楽しみ。ウケる。いや、行こうとしてる日があるんだよね。そう。私、もうその日行けないともう泣く。泣きじゃくる。赤ちゃんみたい。もう枯れちゃうかもしれないですもんね。うん、早く行かないとね。でも、例年よりは、長いって言ってた。うん、そうなんだ。時期が、うん。帰っているから紅葉見てるやん。あ、ほんまや。毎日見とったわ。お母さんも言ってたわ、それ。そう。楓が見たらいいか分からん。見たんだねって言ってた。ねえ、いつも言ってる。どっち見たらいいか分からんって言ってた。どっちが楓か分からんくなるわ。どっちが、動物園行ったら、どっちがハルトンさんか、どっちがウサギなんか分からんくなるわ。分からんくなるわ。分からんくなるわ。あー楽しみ、絶対に行きたい。私は何が何でも行きたいぜ。寒いだって。寒いか、あれ寒い、紅葉見に行こうよが寒いんじゃないですか。あ、それ気温の話かと思ったわね。寒くはないよ、だってそんダジャレと思って言ってないもんね。そうよ、本当に紅葉見に行こうよって言っただけなのにね。あの受け取る人次第よ、それをダジャレって思ってるかとか。確かに確かにね、確かに。え、北海道のキスマチ可愛かったって。え、やだ、私見たわ DMM で。なんか失敗した、なんかさ、なんかね、手が出てきた。何やと、え、なんで今のってなんか出てきたって言ってた。いや、なんか写真保存した、うん、本当にあの今田さんに、うんうん、なんかあの可愛かったけど、なんだったっけ、なんかとびきり可愛いって感じではなかったって言われた。さ、意外とさ、楓はさそういうキャラではないやんか。いや、そうなんですよね、なんかめっちゃ恥ずかしかった。そう、そうだよね、なんかさ、モカとかそのまハーチとかは、うん、とまどかさんとかみんな種類違うけど、うん、まあ確か言ってそうやんか。でも、かえで、でも確かに、可愛い系やから、うん、変じゃないんだけど、違うよね。うん、なんか、っていうことを言いたいよね。
なんか真面目さが出てたって言われた。なんか真面目そうだったみたいな。あ、なるほどね。確かに確かに。失敗しましたね。めっちゃ練習したのにな、決まってから。おい、え、練習したの？どうやって練習したん？え、鏡に向かって。こっちで。かわいすぎやん。すごい、真面目ない。もうそこからもう真面目が出てしまった。あの、キツワチの MV とか、うん、あの、なんかいろいろ見たりして、素晴らしい。曲聴いたり。素晴らしい、素晴らしい。なんかね、もっと、モカさん、もっとね、あの、顔が可愛いんだからね、モカさんみたいに言ってって、今田さんに言われた。確かに。顔世界一可愛いで。本当にそれはない。本当にそれはない。私の中でね。ってことよ。私の中では今まで出会った顔の中で一番可愛いけど。いや、それはないです。あるよ、マリアさんとかもっと可愛い。可愛いけど、好みがカエルの顔やねん。信じるよね、いつもね。そうなんです。てか、グリーンチームと一緒に出る、あれないね、まだ予定。確かに。オレンジ楽しみ。まあ、言っちゃいけないのか、まだ。オレンジね、あのね、なんかちょっと、見てほしいやつが一個あるよ。みんなでね、決めたやつがあって。うん、その場のノリで決めたんだけど、うん、なんかめちゃくちゃ可愛いから、ちょっと、今度見せるね。はい。とか見てほしい。可愛い。うん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 。何時までするの？決めてない？決めてないです。うん。おめでとうございます。おめでとうございます。ラビリンス。あ、ありがとう。ありがとう。はーい。わーい。はは。やったー。やったー。普通に、普通に喋ってるみたいになってる。確かに。ショールームしてること忘れちゃうわ。うん。本当に普通に喋りすぎとる。あはは。あらら。え、返しの、うん。何ですか？え、待って、しょうもない件をちょっとやめる。いや、大丈夫、もう。いやー、いやー、負ける。負ける、負ける。いや、負ける、負ける。負ける、負ける。マジでしょうもないよ。忘れました。忘れた。私も、え、忘れちゃった。あ、え、あ、あ、じゃあ、忘れたわ。忘れた？忘れた。あ、私も何やったっけな、すぐ忘れちゃうんだよな、最近。忘れちゃったぜ。あ、4人でクリスマスマーケット行く予定ある？って去年行ったね。行きました。え、今やってるんですか？やってる、やってるよ。今日ちょっと寄った、帰りに。え、行きたい。人多いかな。行こうよ、行こうよ、行こうよ。でも天ん、どっちも行ったね。天神と博多、去年。うん、どっちも行った。どっちも行ったよね。うん、バグってる、バグってんのかってくらい4人でずっと一緒にいた、去年。だね。確かに。去年の冬か。あー、なんかめっちゃ泊まってたよね。なんかめっちゃ秋ちゃんと泊まりてた気がする。2回ぐらい行ったね。うん。新ちゃんが。じゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、大富豪？あ、大富豪。ババ抜き？大富豪？うん。え、大富豪？大富豪したっけ？うん、したか。そう、博多駅、体温測って、入った。あー、そうなんだ。うん。なんか、あれ飲んだの、チョコレートドリンクみたいな。いやー、飲みたい。しかも、なんか、白い恋人のチョコレートドリンクみたいな。え、行きたい。めちゃくちゃ美味しかった。はるかね、チョコレートドリンクね、あんまり飲んでこなかった人間なんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。行こう。行きたい。博多駅の行こうや。イルミネーションもあるし。博多駅。行きたいです。行こう行こう。ダンさん、大富豪弱いんやろ、だって。は
母さん大富豪めちゃくちゃ弱いねん。でも一番好き、誰よりも大富豪のことを愛してるんだけどめちゃくちゃ弱い。カイジマ、その時に初めてやったけど、なんか勝った記憶がある。なんかね、何も考えずにやった。うん、なんかトランプってめっちゃ面白いよね。なんかすごい好きなんだけど、トランプとか、うん、ボードゲームとか。私ボードゲームにハマってるんよ、うん、今。ボードゲーム？うん、なんか人生ゲームとか。ああ、え、なんか、あ、え、カード？トイザラスで買えそうなやつ。あ、なんか、うん、ゾンカマっていうゲーム知ってます？あ、え、知ってる。待って、かまいたちさんの YouTube。え、そうです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 。見た。一昨日見た。あの倒せるでしょ。なんかあれ売ってるんかな、もう。え、なんか今そのかまいたちの来てっていうかまいたちさんの番組があるんですけど、うん、TVer であの放送してて、うん、それでもうなんか売り切れたみたいで、なんか番組が買い占めて売ってるみたいに言ってました。なんか、なるほどね。うん、やりたい。あれおもろい、楽しそう。いいよね。買いで気づかんそうやな。でも、うん、気づかんと思う多分。で、あれすごい本当に私気づかなかった。うん、うん、いいな、そういうのめっちゃやりたい。え、昨日の、うん、あの癖がすごいネタグランプリみたいなテレビやってたんですよ。あ、結婚式の。そう、見た。昨日何してたんだっけ。あ、昨日公演か。で、帰ってきたらかまいたちさんもう終わってて、うん、あら。で、あの TVer で見たんですけど、うんうん、めっちゃおもろくなかったですか、あれ。めちゃくちゃ面白い。あの歌のチョイスいつもなんないのね。そう、おもろかった。前もあったよね。そう、前はあのカラオケ大会じゃないか。カラオケか。そう、なんかお父さんに向けて。めっちゃ前置き長いから、そういうネタかと思ったら歌がすごいっていうオチやったよね。めっちゃおもろかった。面白かった。ルナシーさんのめっちゃおもろい。もう最高。ルナシーさんね。はぁ、あとなんか、何面白かったっけな。てか、一番最初のチョコプラさんのやつを言ってるの。ね、マジで、あの、癖が強すぎて、痛そう、あれ。結局、だんだん、そうそう、かわせんくなってきたよ、ね。当てに行ってるっていう。そうそう、おもろいわ、ほんとに。よかった。見てた、見てた。はあ、面白いわ。え、とか M1 グランプリっていつあるっけ。12月くらいですかね。12月か。あ、まだ先か。16、17くらいに準々決勝だった気がする。あ、そうなんだ。まだか。なんか、あれからさ、はい。うん。いや、しょうもないでしょ。あ、忘れちゃった、忘れちゃった。え？何？え、いや、あれですよ。M1 が12月20日っていうだけです。ああ。ファンの方が今教えてくれた。あ、なるほどね。20日。まだ先やん、全然。うん。え？何ですか？いや、マジしょうもないけど、そう、帰るから、そう、おすすめしてもらうさ、動画とかいっぱいあるからさ、お笑い芸人さんの見てたらさ、はい、私のさ、YouTube のホームも M1 グランプリしか出てこなくなっちゃった。M1 グランプリかかまいたちさんか、ジャルジャルさんの YouTube。そうそう、そうなんですよ。あの、本当に見てほしい部分を、あの、うん、なんか画面録画して送りつけるときありますよね、たまに。こんなんなっちゃったんじゃないのっていう。かまいたちさんの。ねえ、さんの。そう、あの初めてやるゲーム実況がめちゃくちゃ面白くて好き。ね、それこそデッドバイデイライト私さやってたからさ、なんか知ってるから何してるんだろうって思っちゃった。そう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 、めっちゃおもろかった。そうだよあれ。2人出るの？あ、2人はちょっと M1 はすいませんちょっと出ないんですよ、すいません。ちょっとね。失礼いたしました。うわ、出ませんからね。こんだけ語っといて出ないやつですね。そう、ただのファンっていう。そう。楽しみだな。
ちょっと髪伸びたくない？うん、伸びたくない。ちょっと伸びたい。早い。早いよね、伸びるの。早い。え、なんか、可愛いですね、服。可愛いやろ？うん。の人にもらった。はるたんさんの、あれ楽しみ。お下がり。何？え、なんか、この間、服の相談したら、これあげるって言ってくれたやつ。あ、そうじゃん。目の前にあるわ、私今。え？だからいつも持っていこうと思って、違う、本当はね、うん、その、取材の前に持って行きたかったの、洋服を。うん、うん。だけど、あ、間に合わないってなって、忘れてたわ。持ってくればよかった。昨日も今日もあったのにね。他にもなんか持ってくね、服。え？めちゃくちゃある。いらないんですか、本当に。いらない。妹と趣味違うからさ。あげるよ。ありがとうございます。あんまラブリーすぎないやつをあげるね。カエルっぽいやつ、うん、今日もアキさんに服いただきました。うーい、パーパーポンジュース。ん？ん？ちょっと電波悪かった今。なんか言った私。いや、何も聞こえなかった。最近下野さんと、うん、あのなテーマはなしで何にもないのにえって言い合うゲームにハマってます。ええって。そう、なんかとにかくね、そう、あのちょっと笑ってみたり、なるほどね、弾いてみたり、え中央やん。言い合うゲームにハマってる。即興演技やん。なんかコント劇の時にめっちゃ美味しい、なんかリコピさんがめっちゃ美味しい食べ物をなんか、ないこれないこれないこれ、うまっみたいな。ねえ、わかる、リコピってさ美味しくなさそうに美味しく表現するやん。そう、それがめっちゃ面白かった。本当にみたいな。わかるわかるわかる。めっちゃ面白かった。めっちゃわかるわ。しかも何にも前置きなしで始めるんですよ。だから、大丈夫ですかみたいな。なんか、やばいもの入ってますみたいな言ったら、美味しい美味しいって。わかる。めっちゃさ、困った顔で言うよね。そう。もうね。なんか、何これ。美味しい。違う。よかったーな。それならよかったーって思うけど。もうね、面白いです。面白いよね。ああ、会いたい。本当に面白い。今日会ったやろ。今日会ったんだけど、なんかあんま話せなかった。ああ、まあ、全員会ったしね。そう。やっぱ緊張する？ 2 期生とか1期生さんに話す。いや、人による、はい。でも、なんか、リコピさんはもう全然緊張しなくなりました。リセットの時は緊張してた。ああ、いや、緊張するよな。コント劇で全部。なるほどね。確かに。でも、はるかもね、まあ、今はないけど、マジで、割と最近まで、とか、普通に先輩と話すとめちゃくちゃ緊張する。一期生さんでも、うん、なんかさ、いや、嘘か。待って。でも人によるね。うん。それもね、やっぱね。緊張する。仲良くないとか仲いいとかじゃなくて、緊張する、緊張しないがあるんだよね。そうなんですよ。人によってね。今田さんは全然緊張しないです、もう。おー。珍しいタイプやな。なんか大体みんなね、うん、でもそれはさ、みんなあれやと思うよ、その怖い先輩はみたいなさ、アンケートがあった時になっちゃんと今田さんに投票する人はもう安全を取ったのよっていう。いや本当じゃないっていうか、まあ、なっちゃんわかんないけど、うん、なんかね、うん、言う話のとか言うとか、うん、ね、うん、とりあえずね、そういうメンバーに入れようみたいなこうあるけど、うん、私意外とさ、私意外じゃないかもしれないけど、あの後輩からの第一印象 100% 怖いって言われるのね。
なんか間違ったりとかしたらめっちゃ厳しそうとか、すごい、そういうイメージがあるし。確かになんか、最初に会った時に、なんか、多分、なんか7周年の農園もやってましたよね。やってた、やってた。なんかで、ご規定が、なんか事務所でメイクするってなって、あっさんさんが事務所に来た時に、なんか、めっちゃ踊ってたんですよ。やったった。なんか、すごいなとも思ったけど、あなんか、怖そうだなって思って。わかる。もう、お構いなしに、レッスン場でメイクしたんだよね、ご規制が。そうそうそう。でも、行きたくて、レッスン場に。うん、まあ、いいかと思って、なんかちょっと申し訳ないかなと思って、練習したかったから、ご規制の前でマリアと農園も練習したんだよ。そう。めっちゃ、ご規制みんな、すげーってなって、言ってました。そうなんだ。でも、その時まだ、ハルタンさんのこと好きってバレてなかったから、うん、知らなかったもんね。てか本当に最初の辺だもんね。あ、勇気がね。ね、バラした。言わないよ。あれでしょ。写真撮影するときでしょ。え、あの時だよ、なんか。あ、TDC? そうそうそう。の。え、でもなんか言っとったよね、写真撮るときもさ。なんか、りなちが。隣行きなよ、みたいな。あ、りなちゃんね。隣行きなよ、みたいな言って。本当にバレたくなくて、なんかそういう、なんだろう、なんか。なんか最初だし、うん、なんかそのために入ってきたみたいな思われてる。そういう風潮があるもんね、最初。そう。だからなんか、いや、そのために入ってきたわけじゃないから、なんか、言いたくなかったんですよ。うん。がなんか、そしたらいぶきが、なんか、かえちゃん、なんか、はるちゃんさんのファンなんですよ、みたいに言って。もうなんか、今考えたら笑えるけど、その時マジで、なんで言うのと思って。しかも、はるちゃんさん。なんか好きな人に見られるのってめっちゃ嫌じゃないですか。うん。だから、はるちゃんさんがそっから話しかけてくるのかもしれないと思ったら、もう胃が痛かったし、なんか、言うのと思って。いけるんだけど。もうひっそりさ、隠れて生きていきたいのにさ、なんかいぶきに言われてめっちゃ。で私は奇跡だと思って、こんなに可愛い子がさ、私のこと好きなんよと思ったら、生きててよかったわと思ったわ。なんで最初、はるちゃんさんが、なんか、上島ちゃんって。うん、上島ちゃんって呼んだったよね。そう、なんか、衣装、なんか TDC って1階にあるじゃないですか。うんうん。そのところに着替え場があるって、うん、で、なんか、そこに行かなきゃいけないってなって、なんか帰り、ご帰省と帰りたかったんですけど、なんか一人で帰ることになって、で階段え一人かみたいな、誰かあったらなんか嫌だなと思ったら、うん、後ろから、ま、そこ上島ちゃんって言われて誰と思ったら、ハルトさん、うわー、いぶきが言ったからやと思って、やべえと思った、やべえと思ってなんかやばかったです。懐かしい。懐かしいな、なんか。今ではこんなになっちゃってさ、もう。ほんまよ。懐かしい。かいみじまちゃんって呼んどったな。かいみじまちゃん。真似しとる、それは。もしかしてあるかの真似しとるやろ。もしかしてあるかの真似やね。って、かえでちゃんってやばくないですか？やばい。かえでちゃんって呼んどったね。てか、去年の、うん、10月ぐらいまでは楓ちゃんやったね。うん。で、遊びに行った帰り道にお母さんと電話して、うん、楓って呼び捨てにしてあげてくださいってお願いされて、はい、今すぐそっから楓って呼ぶようになったね。なんで？お母さんは誰？なんかさ、本当になんか深刻な、なんか、そう、あんな、ね、なんかお願い事されるんかなと思ったら。結構構えたけどね、私結構。いや、本当になんだって思ったけど、あ、もう喜んですぐに呼びますからって言える。可愛いよね、マジお母さん。はぁ、あ、かえでちゃんか、うん、かえちゃん。え、下野さんちゃんって呼んでますっけ？かえちゃん、あ、かえちゃんだ。かえちゃんって感じ。あきちゃんもかえちゃんって呼んでる。うん、楓でも楓って呼んでるの。うん、なんかパンコちゃんって言わないですよね、最近。確かに前はさ、地域
なんかパーって呼んだだけでも振り返ってたのにさもはや名前もなかったもん。なんかマジそんな感じだったよね。そう、擬音で呼んでたカエルのこと。うん、いける。懐かしい。でもわかんない、次からまた変な名前で呼ばれるかもしれない、私から。はい、しかしたらね、なんでもいいです別に。なんでも振り返る。うん、なんでも振り返るわけではない。カエルって呼び捨てしてるの、なんか他にいたっけ、同期とか。はい、同期は結構いるけど、先輩はハルトンさんと、あ、モカさんとか。そうか。え、でも本当にいないですね。いないです。確かに。メルさん、カエちゃんって子が多い。ああ、リコピさんもなんかコント劇からなんかカエデーと、カエデーって。はい。そうさ、同期でさ、その名前を、あの呼び方を変えるブームがあったんだけどさ、2期生でさ、うんうん、それでリコピがはるかのことはるかって呼び始めてたんだけど、うん、なんかたまになんかちょっとで、ね、なんかドキッとする。なんかめっちゃ年上なんよリコピって、私からしたら、うんうん、もう6、5、6ぐらい離れてる人からさ、なんかさ、そういう風に呼ばれるってないやん、この世界に入ってなかったらさ。うん、私もそうだけど、なんかちょっとたまに新鮮。え、それまではなんて呼ばれてたんですか。ハルタンかな。確かでもそっちの方が変かも、なんか今考えたら。え、でも今もなんかたまにハルタンって呼んでるの聞きますけど。確かに。確かに今は名前の方が。そうだね、なんか変な感じがする。あー、確かに。あー、そうだね、なんか呼び捨て、うん、だから名前の呼び方ってさ、うん、こう、そう、2期生だってさ、7年ぐらいさ一緒にいたらさ、急にこう帰った時にさ、ちょっとさ、そわそわするっていうか、うんうんうん、なんかそんな感じだけど、なんかまあ人数少ないしね。うん、あきちゃんが冗談ではるかって呼ぶとき心臓が2倍になるみたい。あ、私のことを呼ぶんですか。あるっけ。いや、マジでたまにしかない気がする。うん、ある？あるっけ。え、あきさんって言いました。あきちゃん、うん。え？一回あるかないぐらい。えー、あ、え、なんだっけ、一回なんか間違って私のこと呼び捨てにして、間違ってどうやって間違ってでもなんか同い年やから変な感じ。あ、まあまあいい、全然いい、怒ったりはしないかな、それ。なんかはるたんさんの、うん、なんか優しさって種類別だと思うんですよ。えぇ、ー、種類別。うん、なんかなんだろうな、なんかなんか、え、なんか色で言ったらなんかちょっと薄い緑みたいな感じです、オーラ見える方ですか、もしかして。いや、オーラはさすがにオーラはさすがにそうなんや。うん、なんかマイさんとかはなんかピンクって感じするじゃないですか。あ、そういうことね。そうで、言いたいことが分かった。なんかジーナさんもどっちかというとピンクで、ハルタンさん本当に薄い緑って感じします。へぇー、森林やん、うん、酸素酸素、うん、酸素マイナス4。うん、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 ゲームが始まった。ピンクじゃないんだ、だって。うん、確かに。いや、そんな、私全部が全部ピンクやったと思う。どうしようどうしようか、そうだな。でも確かに、でも薄い緑なんですよ。でもね、ちょっとさ、ミクがさ、はい、オーラ見えるってこう自称で言い始めてた時があんのよ。ピンクって言われた。うん、見えてるのか。
本当に見えてんのかな。まあ見えたんだろうね、まあ、ピンクに猫には。うん、でもね、個人的なんだけど、そのオーラ見てって言われてピンクって言われた人割と信じてないんで。あ、そうなんだ。なんか、え、そりゃそうかなるやんかね。それよりはなんか違う色の方がなんか本当に見えとんかなっていうリアルな思いはするけど、なんかわかんない。まあミクにはそう見えたかもしれない。小田さんのなんかオーラもすごいですよね。うん、あ、え、こうするやつでしょ。う、うん、黒い。じゃあ見えるよみたいな。わかる、見てもらった。今度見てもらおう。しゃっくり出そう。ショーでもしたらいつもしゃっくり出ちゃう。え、どない？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 あ、面白い。ミクリみんなにピンクって言ってたようだった。え？面白すぎやん。かわいい。本当におもろい、マジで。本当に面白いよね。かわいい。はあ、もう、はあ、面白い。もう、はあ、面白い。時間は駆け足すりつく。はい、せーの。こんばんはだって。あ、こんばんは。わめっちゃ普通のこと言った。こんばんは。明日何するん？オフでーす。オフでーす。多分。多分。うん。多分ね。パパ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 ンパ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 ン。リハないの？明日はリハないね。今日やりました、めちゃくちゃ。はい、来週か。来週にめっちゃリハがある。でさ、待って、言っちゃダメか。なんかさ、全部やるって思ってたやんか。うん。けどさ、めっちゃ気合入っとったやん、私、次の曲に。いや、あの、いましたよ、私そこ。そうだよね、見たかったやろ、やっぱちょっと。うん、で、なんかこう、まあ、それより踊るメンバーが集まってきてるのも知ってて、私もやると思ってて、でも私は、違うんですよ。貝島がそこにいた理由は、うん、あの携帯取りに来ただけなんですよ。あ、そうなの？そうで、そしたら呼び止められて、で、え、何ですかって言ったら、なんか、あの、そで、そこで喋ってて、やらないですってなった時に、なんか、ええってハルトンさんが言う。え、バリキュア入ってたのに、バリキュア入ってたのに。そう、受けた。いや、てか、忘れちゃうんだよね、やっぱ定期的にさ、やんないと。うん、ね、ああいうのって。うん、貝島さ、そこ行きたいんですよね。ん？あの野菜のお店。サラダ？うん。え、行ったとこ前。うん。ん？なんか行こうよ。うん。今田さんと、うん。あの行ったことあってそこ。うん。舞さんとジャルメンバーで。はいはい。で、2回目だったんですよ、ハルタンさんたちと。あ、そうなんや。で、ハマってもうた。わかるー、めっちゃ美味しい。ハマる時期あるんよね、あそこ。めっちゃ美味しい。しかも、あの時、なんか、間違えたちゃって、ドレッシングの使い方。あ、そうやったん？うん。あの時、間違えとった。うん。で、食べ終わった後に気づいた。いや、なんかさ、あら食べたときに、あれなんか、こんな味やったっけって、あれごまってこれだと、こんな味だったっけなって思って、で、あらあらあら、ごまってこんな味だっけなって思いながら食べてたんですよ。で、あー、間違うとるんよ、こんな味なんだ。間違うとるんよ。あれってなって、あ、絶対違うやんと思って、だから今度はごまで食べたい。あー、ダメ、行こうよ。うん、行きましょう。いつもさ、ご飯行った時さ、ハルタンさんがさ、うん、あの、払ってくださるからさ。そりゃそうですよ。ダメです。ダメじゃないです。普通やで。行こうね。すぐ行けるよ、あの。
じゃあ今から行きます。今行こうか、今から行こうか。空いとるかもしれん。今何時？今あ、空いてないですかね。いや、開けてもらいますよ、言ったら。あ、開けてもらうの？はい、すごいじゃん。え、あれごと？そうですよ。あれごと？そうそうそう。すげえ。マジかよ。全然言ってください、いつも。あ、マジですか。じゃあ、私に、私ですよ。そう、店とかで。買い手がいない。私に言ってもらわないと。買い手がいないとダメなのか。はい。なるほどね。今、時間をコメントで送ってきた人がいるけど。Now ってやつ。Now。あ、そう、Now ってやつ。え、本当に行こうよ。お腹空いた。お腹空いたね。お腹空いた。お弁当もっと食べればよかったってちょっと後悔した。え、食べてないんですか？いや、食べたんやけど、なんかちまちま食べちゃって。うん。半分も食べてなくて、あ、もっと食べとけばよかったかな、なんかさ、いつ出番が来るか分からないし、ちょっとなんかどうしようって思うから。かそうっす。え、いつ行く？いつ行こう？え、いつでも。いや、貝島は本当に、なんだっけ。全部お弁当食べちゃったんです、今日。いつもさ、だから最近さ、その仕事の合間でさ、差し入れがさ、来ることとかさ、あった時にさ、めっちゃお腹空いとるやん、帰ってさ。はい。でも、え、先輩に確認するんですよ。え、食べないんですか？え、食べないんですか？でも、食べない人が割といるから、いや、食べていいよって言うけど、え、いや、いや食べないんですかいやなんかさ、うん、あいつ後輩のくせに取ってない。怖いよそんな。いや、うん、でもなんか部活がね厳しかったからやっぱり。ああ、まあね、まあ、気持ちはわかるよ。そう、今日も気持ちわかる。生姜焼き弁当と唐揚げ弁当があったじゃないですか。から生姜焼き弁当を手に持ったままリコピさんにもう食べる気満々なのに、え、これ先輩にでリコピさんが、あ、でも上にもあるから全然取っていいよって言ってくれて、あ、じゃあありがとうございます。あの、普通持ってるよ生姜焼きを。そう、置いたまま言うのにもう取って先輩取ってました。あの、一応口だけ確認みたいな。でも2種類の時はぶっちゃけもう気にせんでいいよね。なんか2種類やからさ、うん、絶対に。でも会場は大丈夫な説はある。あの、だいたいそういう時多い方取ります。分かる。食べたい方じゃなくて、うーん、今日も唐揚げ食べたかった。生姜焼き弁当だった。あ、そうなん。そうです、そうです。え、でもさ、私もさ、一番上じゃないからさ、一応2期生だからさ、1期生さんが7人いるじゃん、うん、で、もし2種類だったら片方を7個以上あったら、あの、大丈夫やったもん。でもさ、5期生だけさ何回も段階待ったっけ。1、2、ドラ2、3段階がすごいよ。え、しかも考えられないもんね。なんか、うん、あの、同期しかいない時の差し入れも多い方取ります、私。あら、優しい。もうなんか気を使いすぎちゃうんですよ。なるほどね、うん、まあまあまあ、わかるわ。マリアとね、カエデってマジそういうとこ、ね、めちゃくちゃ似てるんですよ。神経質感がすごい、うん、気にしいだから。なんかマリアさん、なんかコント劇を経て、あ、マリアさんもなんか同じ匂いするなって。いや、ほん、え、一緒よ、一緒よ、あなたたち。本当に似てるのよ。すぐ気にしちゃうのよ。そう、気にしてるやろってちょっと言いたくなるくらい。まあね、いい子ですから。はあ。てでっ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 て。ちちちち。かわいかった、マジで。マジで好き、これ。似合うで。ああいう曲似合うよね。てて。やははは。うん。絶対に運がないってこと。あ、あのさ、サビのさ。そう、なんとかなんとか揺るがない真実。あれなんて言っとるん？ん？あ、え？たた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 た
たった一人いるんだ、もし何があったとしてもそこにある揺るがない真実、未来は知ってる、ね、そこにある揺るがない真実。あ、マジで早口よね、うん、そこにある揺るがない真実、未来は知ってる、うん、さ、揺るがないがさ先に来ちゃうのよ私。そういうのがない、真実あれっていつもね空白の時間から歌うのにそう揺るがない真実なんちゃいそう間に合ってないよあるある。え、今日あ言っちゃダメだえダメなやつだった。あ、ダメだダメだ。わかる、言いそうになるよね、ショールの。危なかった、今めっちゃ危なかった。私歌っちゃったりとかね、うん、いやとか途中で違う歌に鼻歌で変える、あたかもその歌じゃないね、はるたんさんってさ、なんかあたかもなんかや、なんとかってなんかこういう系好きですよね。ああいう言葉があたかもなんとかふうにってそう、確かに言っちゃうかも。今日も言ったもん。嘘、あ言ってたよ、言ってた、なんだっけ、あたかも何の時前から知ってるかのように言ってみたわらとか言そうよそういうとこあるからね。そう、なんだっけ、そう、そこにある揺るがない真実、そう、そこにある揺るがない真実、未来は知ってる。今日から歌えるぜ、お風呂で。なんかね、調べるのもね、悔しくて、いつも偶然聞いた時の歌詞を読み取ろうって思ってたのよ。いつも忘れちゃってた。よかった。そういえば、アイアライブ2日目の朝、一緒にご飯食べましたよね。うん、あ、そうやん。そう、なんか、せっかく東京にいるしなと思って、誰かに連絡しようかなとかも思ったんですけど、うん、眠くて。もう、うん、てか寝れなくてずっと4時ぐらいまで起きてて、うん、やば、いや違う、5時前だ、5時前ぐらい起きてて、で寝て清掃員のコンコンコンで起きちゃって、そこからずっと起きてて、うん、でも2泊だったから掃除してもらいたいなと思って、うん、1回部屋を出たんですけど、別に行くあてもなかったからなんかとりあえずまあ散歩しようか、天気良かったし散歩しようかなと思って、うん、ちょっと遠い歩道橋上がって降りて U ターンして帰ってきたんだけど、え、そうなんだなんかそのさ前の日にさ LINE してたのが多分途中で楓が起きた時に LINE が来て、うん、私がその時歩いてて、で私は今歩いてるわらーみたいに言って、うん、でマック食べたいってって言ってて、楓がマック食べたかったって言ってて、うん、あ、そういえば帰り道にマックあるなと思って、うん、じゃあ買っていくよってなって、うん、私今部屋がないから楓の部屋でマックを一緒食べたんですけど、私なんかポテトの L を頼んだんです。ポテトの L とジュース頼んでて、楓は普通に楓に頼まれたやつ買っていたんですけど、なんか私のポテトの L がなんかコーヒーの L サイズになっててえ、ふたあげたら、あれポテトだったんですか。そう、本当はね。え、一緒に食べてよかった。ん、もっともっとポテト食べてよかったのに別にそこまでお腹空いてなかったし、まあコーヒー別に嫌いじゃなかったからまあいっかと思ってコーヒー食べてたけど、なんか、うん、なんかあ、何言ってたか忘れちゃいました、すいませんで一緒に食べたもんね、マックをね、朝ね、部屋でね、うん、あ、何落としたんだっけ、え、何落としたんだっけ、何、何落としたんだっけ、あ、そうだ、なんか、うん、あの、私が食べたのが、うん、マックのポテトと、チキン、チーズ、ん？チーズバーガー？チーズバーガー。と、プチパンケーキ、うん、って言って、マネージャーさんに、その女性のね、マネージャーさんに、今日、これとこれとこれ食べたんですよって言ったら、え？めっちゃ食べるねって言われて、え？なんか、
でも私それが定番メニューなんですよ。え、全然よ。だからハルタンさんもえ、めっちゃ食べるなって思われてたのかなと思って。え、いや私は思わんかった。逆にジュースいらんのかなって思いやった。聞いたよね。飲み物いらんのって。そうそうそう。いや私、え、ちょっと私は、え、全然よ、そうだ。私聞いてほしい。私は、ポテトの L、うん、ジュース、うん、で、まあ、ハンバーガー2個、うんうんうん、チキンナゲット、うん、と、あの、シャカシャカチキン。いや、好きですわ。と、マックフルーリーとか。なの、全然普通やで。全然いいんですよ。マネージャーさんがね、小食なのよ。そう、あの、あれを見ていただければわかりますよ。ぼる塾の YouTube、うん、見ていただければ。なんか、あの、アンリさんが、うん、なんか、マックのバーガー2個頼んでて、うん、で、なんか、はるちゃんが、なんか、え、アンリ2個も食べんのやばくないみたいに言ったんですよ。なんかそしたら、なんか食の価値観なんて人それぞれだろうが、みたいに言ってて。いや、好きってなりました。いや、ほんまにそうよ。いや、ほんまにそうよ。そうよ、ぶっちゃけそうだからね。うん。え、でも、小食の人とご飯行くと、うん。ちょっと合わせてしまう自分もおるくない。もっと、あ、次なんとか、行こうって言いたいところやけど、お腹いっぱいそうやなって思ったら、すと、すと引く。でも外人は結構あれかも。すぐお腹いっぱいになっちゃうかも。うん。いつも言って、お腹いっぱい。でも、なんか、でも気づいたらお菓子食べてるよね。そうなんですよ。それやめないといけないわ。いつも何かしら持ってるよねって言われる。ああ、確かに。お菓子持ってる。うん。でもさ、はい、ハンバーガーとかさ、何個食べれるかとかさ、本気でやってみたいよね。なんか企画とかで。やってみたいよね。うん。もう最近さ、前みたいに食べれなくて、なんか年かなってユリアと話したんだけど、なんか、あの、見に来てたじゃん、あやライブ。はい。なんかさ、ご飯行ったんだけどさ、夜一緒に。1日目の日行ったんだけど、うん、なんかすごい食べるんよお互い。だけど本当にハルタンさんは食べるのは知ってるけど、うんうん、ユリアさんってめっちゃ細い。いやもうすごいよ。私よりもすごい時ある。本当にね、2人とも一緒で、うん、なんか前まではこれ全部食べれたのにねっていうのが最近食べれなくなってて、私たち年かな、でも悔しくないみたいな、なんか、いつも反省会しながら帰るの。いや、あれまでは行けたくないいつも、みたいなこと言って。いやー、ほんとだよね、みたいな。年かなみたいな。でも一回、それがあったんだけど、え、今日結構、ちょっと反省じゃないみたいな感じ。で、言ってたから、何回か同じことがあったから、それはもう、その日がどうかとかじゃなくて、これは、年だ。っていう結論に至って、と思った。年関係ある？うん、やっぱ食べれなくなってくるのかな、胃が。っていう。お酒は飲んでない、お酒は飲んで、ご飯の時にそうお酒は飲んでないんですけど、すごいお腹いっぱいな。でもご飯の時に、まあでも誰かとそのご飯行こうよってなった時は、なんか相手が飲んでたら飲むけど、じゃない時はもう自分からは普通にカルピスとかのが美味しいから。あ、そうなんだ。うん、全然カルピスとかのが美味しいから飲むけど。目島はいつもカルピス。カルピスだね。うん、一番美味しいよね、カルピスが。うん。マックのメニューの中でベスト3教えてくださいだって。ああ、いいですね。決めれないかも。まあ1位は決まってる。ほら。3位、ああ、決めたわ、決めれました。う
いいですか。どどん。3位はプチパンケーキ。あー、あー、説得力があるわ。いや絶対に食べる、あれは。うーん、まあ美味しい。私も好き。めっちゃ美味しい。あの、プチパンケーキも美味しいんですけど、リンゴのソースが。あー。めっちゃ美味しいんですよ。あーね、給食の出てきそうな。そう。カチッてするやつ。そう。2位は、はい。2位はもうシンプルに、あの、シャカシャカチキンのチーズ味。あー、わかるわかるわかる。はい、うん。美味しいです。チーズ。逆に、あの、もう片方の粉食べたことないかも。チーズだけしか食べたことない。1位は、はい。ポテトです。あなるほど、全品サイドメニューということでありがとうございます。もうバーガー、え、もうバーガーし、気づかんかった。バーガーが今。あ、分かる分かる。めっちゃ好きか。おお。うん。じゃんけん大会。おお。待って決めるね。確かに考えたことなかったかも。考えたことない。ベスト3だよね。うん。まあ好きかどうかわかんないけど、よく食べるベスト3にするわ、私は。うんうんうん。待って、バリ普通。面白くない。いや、最初はバリ普通ですよ。と、じゃあ、いきます。はい。第3位。はい。グランベーコンチーズバーガーです。おお、食べたことない。なんかパンがふわふわ系のやつのシリーズの、まあ、定番のやつ、それがすごく好き。ハンバーガーって感じがより感じるっていうバーガーでございます。はい、食べたことない。食べてみよう。美味しいよ。第2位、まあ、ポテトですね。これはまあ必然。ポテト？はい、ポテトです。おー、サシさんが CM したやつです。そうです、あの、グラン、ガーリックペッパーのも好きです。グランシリーズがすごく好き、ふわふわパパのね、うん、さあ来ました、第1位なんでしょうね。これは何だと思いますか。第1位ですよ、まあ、よく食べるってなったらまあこれかなってなりました、私は。いきますよ。はい、第1位はハンバーガーです。普通のシンプルハンバーガー、私あれが本当に好きで、なんて言うんだろうな、例えばさっきみたいにグランベーコンチーズのハンバーガー頼んだら絶対にセットでハンバーガーも頼むって感じ。ハンバーガーとなんかポテトみたいな感じ、私の中でそのハンバーガーが、パク系の、とにかく食べてたいみたいな感じの味のハンバーガーですね。そんな感じでした。ハンバーガー逆に食べたことないかもしれない。そう。ね。チーズバーガー。美味しいよ。ハンバーガー美味しい。なんかね、ハンバーガーを頼むなら、うん、じゃあ違うやつ頼むわみたいな人が多分多いかもしれないんだけど、うんうん、ならチーズバーガーとか、なら、なんだっけ、チキンクリスプ。だから私はそこを抑えて、あえて普通のシンプルのハンバーガーが好き。今度あれ食べたい。うん。なんかグランベーコン。あ、食べてみて。本当に美味しいよ。ハンバーガーって感じ。食べまーす。あ、でさ、今さ、出てるさ、マックのさ、あの、三角ティラミスパイみたいに知ってる？ね、食べようと言ったのに、まさ忘れてしまった。明日食べようかな。どうしようでもな。明日何があるんですか？明日はでもミーティング2個あるぐらい。食べれるんだけど、でも七色公演あるしなと思って。あ、終わってから食べようか。いや、あさって。ああ、あさって。太っちゃうじゃん。食べたらさ。そんな1個や2個じゃ太れんの。太っちゃうじゃん。食べたらさ。あ、でも朝のさ、メニューのさ、ハッシュドポテトも結構好き。わかる、感じは。初めて食べた、この間。メニュー好き。わかる。わかる。あのね、あのね、って。
受けるなんかマックになんか真剣になっちゃったわなんか月見バーガーがさ出てた時にさ、はい、まあ、もちろん普通の月見バーガー食べてたんだけど朝にもねあったの、うん、月見あのマフィンのバージョンで月見バーガーあって、うん、それが美味しくてなんか朝だったんだけど朝5時6時ぐらいだったんだけど目がシャキになったマジ目がシャキ美味しすぎて目がシャキやあ楓が初アンダーの時はモスバーガーだったよねだってあ懐かしい初めてハルタンさんとご飯食べたそれはそうだね別じゃねないでもまだそんな何かそんな何か喋れない時そうだねなんかあの時なんか自分の咀嚼音がなんか響くのがめっちゃ恥ずかしくてなんかめっちゃチマチマ食べてた。もうすごいわかる。すごいわかる。私ね、私が逆の立場だった時にその指原さんに、うん、のアンダーだった時に、うん、もう咀嚼音に耐えられなくて自分の、うん、分かるレッスン上出て楽屋で食べた人私耐えれなくて、うん、そう分かるすごい分かるその気持ちいやあの時はめっちゃあれでしたよね謎になんか緊張してあんなにモスバーガー緊張して食べたの初めてよでモスバーガーさ見るたび思い出すんじゃない美味しくて美味しかった今でも思い出すわモスバーガーがウーバーイーツのモスバーガーあ、出前館だったかな確かあ、出前館だったかな出前館だったかな姉妹みたいですね、うん、だってイエーイイエーイこのショーのあんこをうわー踊りたいまだまだ飲み上がるつもりなら行くぜもう踊れないわ。イエーイ。はあ。え、それ携帯でやってる？はい。うん、そうなんやね。うん。ずっとそう。なるほみー。なんか一応 LINE したんよ。あ、でもね、上に流れてくるからね、それで見た。あ、ほんと？うん。でもまあコメントみんなファンの方のコメントをたどってあいけるわって思ってうんやったこれさ20分までにしましょうかねはーい行くぜ普通に何時間でもできそうじゃないですかえ全然できるあのさ私もさそう思って普通に終わるまでやっちゃうわってなっちゃうね、全然12時とか普通に行けそう。あの、皆さんが残ってもいいなら。確かに。そう、私らこちらはね、たくさん話しとく。うん、なんか、うん、昨日、一昨日なんか、次の日がオフの日の前の日に、うん、なんだっけ。この間録画した、小栗小坂からを見たんですよ。うん。うん。で、なんか、なんだっけ、途中までね、見たんですけど、うん、明日オフだから、今日続き見ようかなって思って。うん、ああ。いいね。私も映画見よっかな。うん。めっちゃね、見たいやつがあるんだけど、ちょうどテレビがある。え、ちょっとさ、てか私さ、ディズニーにさ、目覚めたわけよ。え？てか私さ、もう常にね、すべて入っとるんよ。何、ネットフリーとか、フールとか、ディズニーとか、うん。なんかね、多すぎて、みたいのが、見れんのよ、一個も。わかる。なんかもうどれも見たくて、どれから見たいか正直わからないんですよ。途中のやつとかあるドラマ。あ、ディズニー。え、なんで今気になっ、え、なんで読める今気になってるのが、オラフが、できた日みたいなやつがあって。え、待って。
たことある？え、それってあれですか？なんかの映画の前にやってたやつ？それか、そうかな。いや、見たき、え、違います。違った？なんかそれちょっと気になってる。とか、あとプーさんとか見たりする。え、プーさん見たことある？ない。え、もう、え、もう、プーさんやばいよ。いや、私もさ、見たことなかったんよ、うん、プーさんのこと。ノーマークだったんだけど、うん、なんか下野さんの家でなんかポーカーしたときに、なんか見せてもらったの、プーさんを。うん。なんか、人生が変わったプーさんと出会って。え、でも、合わせて、ちっちゃいときに一回見たことあります。え、マジで？うん。え、やばいよ、なんか。え、もうやばい、これはね、それ見てから、もう街で見かけるプーさん全部可愛いってなっちゃった。見ようかな。可愛くしいって。はーってなった。でも、映画見に行こうってなってたけど、結局、スケジュールが合わなかったですね。あ、そうじゃん！え、まだやってるかな、あの映画。え？やってるんだったら見たい。だってもう本読み終わったもん。え、行こう。ちょっと待って。調べていい？はい、え、これでやってなかったらめちゃくちゃショック。ちょっと待って、どうしよう。いや、いけるよー。やってるかな、まだ。まだやってる。いや、私、本当に、待って待って。お願いします。え、でも今見たい映画ある。嘘。で、じゃあ、どっちにしろ行こう。待って。見てみます。天神絶滅、さあ、博多。ドキドキ。あれ？リメンバーミーの同時上映だったやつだね、オラフ。え、私じゃあ見たかも。そうなんだ。あ、見たかもしれない。やってない？いや、そりゃ終わってるよね。忘れてたねー。まあ、DVD になったら見ようか。なんか、動画サイトに上がったら一緒に見よう。ネットフリとか。うんうん。その時はまた見よう。はい、それか DVD、カエルの家で見よう。そうしよう。え、見たいやつ何今。星の子。星の子？うん。見てみよう。知ってるかな、はるか。いや、わかんないです。あ、待って。見たいやつ？ちょっと待って。あ、なんか違う。なんじゃこりゃ。ちょっと待ってね。え、もう公開されてる？星の子はまだだったかな。あ、まだか。し、あ、あまだか。うん。え、まだか。え、わかんない、まだかな。あ、もう始まってるらしいでしょ。あれ？もう始まってないって。しのこ。まだだった気もする。え、もう始まってる？え？なんかまだ。まだ？あ、え？え？なんか出てこないな。うん？ 10 月9日とはなってるだって。終わった。ほんとだね。あ、あー、まなちゃんのやつ。え、調べよう。お、来た。来い。あれ？出てこないんだけど。うん。あれ？なんで？なんでなんで？やってないのかな？なんでなんで？終わったとかないよね。みんな早く終わる？ちょいちょいちょい。あ、大声だ。いや、大声ダイヤモンド踊れたの嬉しかった。ああ。素晴らしいわ。勇気を出していようよ。
終わってる。見たかったのに。もうちょっとついてない。青いただけしかない。福岡終わってるんだって。やっぱり終わったー。ピエン。待って、今やってる映画とか、あの映画見たかった。マジか、悲しい。え、魔女見習いを探して。ドレミちゃんだ。あー、なんか感動するみたいな気がする。今何やってんの、今の映画。あ、桜ってやつ面白そう。うーん、プリキュア。プリキュア。あ、とんかつ DJ あげたろう、面白そう。うん、なんか YouTube 見てたら広告で出てるから。うん。あ、でもバイオレットエヴァーガーデンも知ってる。バイオレットエヴァーガーデン知らないです。いや、アニメ。うん、公開予定。ドラえもん。ドラえもん見たい。泣けそうだね。ドラえもん泣けちゃうよね。ドラえもん行きたい。そばにいたいよ。あ、うちゃつやけなかっただ。なじゃじゃじゃ。見に行けばよかった。いつだっけ言ってたの、うん、結構前だもんね。はい。でも、結構いろいろあったんですよね。そうなんだよね。うん。この時。何でだったっけ、あの、聞けなかったね。あかーん。やっちまったぜ。ドラえもん絶対見に行こう。泣いちゃうやん、たぶっかいで。うん。だって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 。あ、やばい、20分過ぎちゃった。失礼いたしました。失礼いたしました。あ、昨日の、今、失礼いたしましたで思い出しました。ジャルジャルさんの、昨日の、あ、やめます。やめます。あ、もう僕やります。あ、もう客同士なんで。いや、もうやめます、やめます、やめます。おもろかった。めっちゃさ、上手だよね、そういう人の役っていうか。ね、わかる。面白かった。面白かったわ。まあ、じゃあ、楓のとこのランキング、はるかが拍手する系読み。はい。じゃあ1位からいきます。はい、1位はお姫坂のおりさんです。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。2位はプリメロさんです。ありがとうございます。3位和夫さん、ありがとうございます。4位国井亮太さん、ありがとうございます。5位ひろたんさん、ありがとうございます。6位、ぐんちゃんさん、ありがとうございます。7位、とももさん、ありがとうございます。8位、なべやんさん、ありがとうございます。9位、はちねびとさん、ありがとうございます。10位、りょうさん、ありがとうございます。11位、たくみさん、ありがとうございます。12位、あずあずさん、ありがとうございます。13位、ウッチーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい。はい。では、こちらも発表させていただきますね。はい。1位、アウサタンタンさん、ありがとうございます。2位、アムルテツさん、ありがとうございます。3位、ポさん、ありがとうございます。4位、タタタンさん、ありがとうございます。あ、タンが1個足りなかったですね。タタタンタンさん、ありがとうございます。5位、カザッペさん、ありがとうございます。6位、キヨチンさん、ありがとうございます。7位、シンタンタンさん、ありがとうございます。8位、ユユさん、ありがとうございます。9位、サバサンドタンタンさん、ありがとうございます。10位、ワイスタンタンさん、ありがとうございます。
中1位、鈴友たんたんさん、ありがとうございます。中2位、春たんたん、たんみまむり中さん、ありがとうございます。13位、キキたんたかんちゃんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。イェーイ。楽しかったですよ。あー、楽しかったですわ。イェーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。それこういう、こういう終わり方で。それじゃあ、次いつ会うかな？え？そういえば会わないね。会わないですね。あ、あれは？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、会えないね。それこそ、あの日じゃないですか。あ、行こうとしてる日？うん。あ、そうかもしれへんな。知らんけど。いや、そうだね。そうじゃん。やば、割と会えんね。一週間ぐらい？イエンジェル？イエンジェル。イエンジェル。ピエンジェカナピ行けたらいいね、その日ね。ですね。は。は。ということで。ありがとうございました、皆さん。バイバイだよ。スクショしてほしいです。だって、一新してあげよう。イェーイ。あ、待って、前髪がちょっと、今のなし。さようなら、おにぎり。さようなら。バイバイ。ありがとうございました。バイビー。バイバイ。切るぜ。え、あ、はるかが切るかな。あ、はい。